先生、娘は、さくらは無事なんですか？教えてください、先生！ひとまず、手術は成功しました。容体も今は安定しています。よかった。ですが病状は、かなり進行しています。非常に申し上げがたいのですが、娘さんの命は、もってあと半年です。そんな、どうして桜がそんな目に。私が病に倒れたのは高校2年になったばかりの春だった。ねえママ、私、いつまで入院してればいいの？お医者様の話だと、1ヶ月は入院が必要なんですって。本当に1ヶ月で退院できるの？もうすぐ演劇部の公演だってあるのに。心配しなくても、学校には行けるわよ。本当に？ええ、本当よ。早く元気になるためにも、今はゆっくり休みなさい。元気に、か。パパもママも隠しているけど、私がもう長く生きられないことは知っている。ママは明るく振る舞っているけど、いつも目が腫れている。その日、私は病室でテレビを見ていた。その舞台の構成、演出を手掛けるのは、あの有名な演出家、米田千景さんです。さらに、今回の公演はこれまでのものとは違います。なんと、出演者を一般の方から公募するというのです。公開オーディションということでしょうか？その通りです。募集期間は明日までとなっており。中学高校と演劇部の私は、米田千景の演出する舞台に、憧れていた。その米田千景の舞台に立てるかもしれない。そう思うと私はいても立ってもいられなかった。皆様、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。オーディションに先立ちまして、本公演の構成演出を担当される米田千景先生のお話をお聞きください。先生、お願いします。今回の公演は我が劇団の役者だけではなく、若い人たちもこうして参加していただいています。ですから本公演には私たちが一番伝えたいテーマを選びました。それは命の尊さです。命の尊さ。皆さんにはこの作品を通して観客に伝えていただきたい。生きる勇気を、命の大切さを、そしてその命の儚さを。ではこれよりオーディションを始めさせていただきます。次のグループ入ってください。61番野々村瑞希です。年齢は21歳です。趣味はお酒を飲むことです。はい、次。62番の小島ひろみです。年齢は20歳。趣味は人間観察です。はい、それでは次。63番、日向さくら、17歳です。私の目標は、この舞台に立つことです。私ほど、この作品にふさわしい人間は、いません。皆様お静かに。はい、次の人。
私は病気のことを隠したまま、最終選考まで残り、そして、合格した。翌日から厳しい稽古が始まり、ついに、本番前日を迎えた。月、あなたもこの月を見ているのかしら。私はあなたを、愛していたの、好きだった。さようなら。月夜の光の中、彼女は一人寂しくつぶやいた。彼女の顔からは一筋の雫がこぼれた。忘れない、あなたのこと。忘れない、この月を。もうあの男のことは忘れるんだ。俺たちは月の光の下でしか生きられない。俺たちは人間の生き地をすすり生きていくヴァンパイアなのだから。それでも私は。私は何だ。お前がどう思うと人間にはなれない。太陽の下には出られない。それでも私は生きたいの。あの人と。あなたにはわからない。ここで死んでもこの世界からいなくなっても私は最後まで諦めない。はい、ストップ。さくらさん、最後のセリフの部分はもう少し動きをオーバーに。はい。しろさん、すいません、照明部がプラン修正の確認をしてほしいらしくて。おう。どうかしたんですか、しろさん。いや、俺も長いことプロの照明屋やってるけどな、さっきの芝居、あれはそうそう出会えるもんじゃねえ。どの人ですか。ほら、公開オーディションで入ったあの新人、高校生の。あは、桜のことですか。なんだ、やけに親しげだな。おい、早見、まさかお前高校生に手出したんじゃねえだろうな。違いますよ、俺と桜は実家が近所なんです。いわゆる幼馴染ってやつです。なんだ、そういうことか。とにかくあの子は他とは違う、輝いて見える。まるで命を燃やしているような芝居だ。そうですね。リハーサルの後、幼馴染の一兄と久しぶりに再会した。一兄は今回の舞台を裏方として手伝っている。さくら。ああ、一兄。一兄はやめろよ。じゃあなんて呼べばいいの、早見さん、それとも一郎さん。そんなの気持ち悪いじゃない。気持ち悪いってお前。やっぱり一二は一二だよ。さくら、お前体の方は大丈夫なのか。体って何のこと。入院したって聞いたぞ。多分一二はママから聞いて本当のことを知っている。それでも私はシラを切り通す。ああ、あれ大したことなかったの。なのにママとパパが大騒ぎしちゃって。そうか。じゃあ私もう帰るから。おい、さくら、大丈夫か。おい、さくら。平気、ただの貧血だから。お前やっぱり。そんな顔しないで。しばらくすれば落ち着くから。救急車呼ぶから。お願い、それだけはやめて。大ごとにしないで。だけど。お願い。わかった、なら俺が車で家まで送っていく。一二、ちょっと我慢してくれよっと。いやだ、これお姫様抱っこ。やめてよ、恥ずかしいよ。いいからおとなしくしてろ。うん。私は一二の運転で自宅へと帰った。そこで私を待っていたのは、不安が頂点に達したパパとママだった。今すぐにでも入院させる。明日は本番なのよ。
無理に決まってるでしょ。そんなもの辞退してこい。嫌よ、絶対に嫌。お前ができないなら俺が責任者に話をつけてきてやる。勝手なこと言わないで。とりあえず病院に行くだけでも行ってみない？それでどうなるっていうの？死ぬのが少し先になるだけじゃない。さくら、あなた。私全部知ってた。とにかく舞台はやめさせる。いやよ、私は絶対舞台に立つの。おい待て、どこへ行くつもりだ。待ちなさい、さくら。家を飛び出した私はあてもなくさまよい、結局は川沿いのベンチに落ち着いた。寒いな。やっぱりここだったか。さくら。一に、どうして？昔から嫌なことがあったらいつもここに来てたじゃないか。そういえばそうだね。さくら、家に帰ろう。親父さんもおふくろさんも心配してる。何があっても家には帰らない。さくら、お前どうしても入院は嫌か？今は舞台のことしか考えられない。明日の舞台はお前にとって命を懸ける価値があるのか？あるよ。後悔しないか？絶対にしない。分かったよ、俺も一緒に親父さんとおふくろさん説得してやる。え、いいの？いつに。だってさくらは俺が説得しても絶対に折れないだろ。昔から頑固だし。まあね。だったら親父さんとおふくろさんを説得する方がまだ楽だからな。うちに、ありがとう。さあ帰るぞ。うん。そうだ、少し寄り道してもいいか？寄り道？はい、お待ちどうさま。だるま屋特製コロッケ2つね。ありがとう、おばちゃん。それにしても一郎くんとさくらちゃんが一緒に買いに来るなんて何年ぶりだろうね。おばちゃん、また来るから。うん、毎度あり。どうしてだるま屋に寄ったの？決まってるだろ、だるま屋特製コロッケを食べるためだ。何その理由。覚えてないのか？昔はよく大事な日の前日にはこのコロッケを一緒に食べただろ。ああ、言われてみれば運動会の前日も受験の前日にも食べたかも。明日はさくらにとってすごく大事な日だ。だからこのコロッケを一緒に食べたかったんだ。お前泣いてるのか？違うよ。おばさんがコロッケに胡椒入れすぎなんだよ。まあそういうことにしといてやるか。一人の説得もあってパパとママはなんとか納得してくれた。私は舞台終了後に入院することになった。とにかく私は本番当日を迎えることができた。いよいよ本番の日を迎えることとなりました。今回の作品は私米田千景の長い演劇人生の中でも間違いなく最高傑作です。胸を張ってそう言えます。私がオーディションの日に言った言葉を覚えているでしょうか？覚えている。その言葉を聞いてこの舞台に立つことは
私の運命だと思ったのだから。私はこの作品を通じて人々に伝えたい。生きる勇気を、命の大切さを、そして命の儚さを。この場にいる皆様とならそれが可能だと確信しています。しゃあやってやるぜ。お、あやみ、お前ずいぶん時合いはやっとるな。当然ですよ、一世一代命がけの舞台ですから。意味はよくわからんが、その意気だ。最後尾はこちらです。入場お待ちのお客様はこちらへお願いします。うわっ、もうこんなに並んでる。吉田が待ち合わせに遅れたからよ。面目ない。あれ、北村はどこ行った？おーい、北村さん。ジミコ、ここです、ここにいます。あ、よかった、まぐれたかと思った。私、存在感が薄いせいか、すぐに人並みに飲まれてしまって。そうか、じゃあ今日は俺がしっかりと北村を捕まえておくから。気がしてから。キス、バカップルっていうのはどこにでも湧くもんなの。ねえ、せいや、この舞台を見た後、買い物に行きたいんだけど。ああ、いいよ、俺もあやかにプレゼント買うつもりだったし。だからせいやって大好き。ここにバカップルがいやがった。野々村先輩、素が出てますよ。一体どうしてこの私がオーディションに受からなかったのよ。相手は演技のプロですからね。野々村先輩の化けの皮なんて簡単に見破られますよ。立花君、君は今何を口走ったのかな。何も言ってません。あ、ほら列が進みましたよ。物販コーナーは1階ロビーにて展開しております。商品の数に限りがございますので、売り切れの場合はお許しください。ねえ翼、こっちこっち。え、安藤さんとシュンはほんと仲いいよな。ネタマナーの。あ、私パンフレット買いに行くから江口もついてきて。文句あるの。上野さん、それなら俺もついていこうか。小川くんはいいの。ほら江口、行くわよ。でもシュンくんと舞台見に来れるなんて夢みたい。大げさだな、翼は。私一生忘れないよ。もう間もなく開演いたします。皆様ご着席ください。もうすぐだね、楽しみだな。広瀬さんって舞台も見られるんですね。意外でした。そう、映画が好きなのはもちろん知ってましたけど。有名なミュージカルが映画化されたり、逆に映画が舞台化されたりしてるんだ。そうなんですか。じゃあ今度おすすめのミュージカル映画も教えてくださいね。うん、いろいろと考えておくよ。楽しみにしてます。人が多いです、帰りたいです。まあしおりちゃんそう言わないで。だってこの舞台にはしおりちゃんの大好きな早瀬るかも出てるんだよ。な、それを早く言ってください。るか様が出るなら話は別です。やっぱりこの子面白いわ。ナミさん、静かにしてください。始まりますよ、ルカ様の舞台が。一二。さくら、お前何やってんだ。もう始まるぞ。この舞台が終わったら聞いてほしい話があるの。話？うん、だから待ってて。わかった、待ってる。だから力いっぱい頑張ってこいよ。うん、じゃあ行ってくる。私はあとどれくらい生きられるのだろう。あとどれくらい
人と一緒にいられるのだろう。私にもわからない。でもその日を迎えるまで私は精一杯生きる。君の恋はきっと叶うさ。